はい、マサヤ。な、頭がいいっていうのを辞書で調べたら、smart と intelligent と clever と、それから wise とかなんかいっぱい出てきてんけど、これ違いなんな？うん、まず intelligent は理解力や学習能力が高いっていう意味の頭がいいやな。日本語で言うインテリっていうのはここから来てて、意味もほとんど近いかな。おー、なるほど。他のは？うん、smart は頭のいい悪いよりも、頭の回転が速いとか、機転が利くっていう感じ。日本語で言うスマートっていうのはスタイルのことやけど、英語ではそういうニュアンスはないね。じゃあ clever は？これはスマートにちょっと近いけど、自分のスマートさを実際に行動に取り入れて工夫ができる能力が高い人。なるほど。じゃあ wise また違うの？うん、wise は知識だけじゃなくて経験も豊富で、日本語で言うと聡明なとか分別のあるっていうニュアンスかな。他にもお前天才っていう時に you're genius っていう風に genius っていう表現もあるで。へー、いっぱいいるけど微妙にニュアンス違うねんな。じゃあ俺の場合この中であえて言うとどれが一番近い？該当なし。はい、マサヤ。な、話の途中で切り上げた会話から抜けたい時なんて言うたらいいの？そういう時は Sorry, I have to go。 あ、それでいいんや。 Excuse me とか言わんでいいの？ Excuse me は話に割り込む時には使ったらいいけど、抜ける時は Sorry でええよ。あ、なるほど。他にもあんの？ Have to 以外にも I gotta go now とか I gotta get going、 I'd better go now とか何通りか言い方があるで。うん、そっか、意外とシンプルやな。うん、一つ注意点は、それだけで去っていったらちょっと失礼やから、その後に友達やったら See you later とか See you around でいいし、初対面の人やったら It was nice talking to you とか I enjoyed talking with you とか、去り際になんか一言付け加えたらベタやな。なるほど。あと、もしずっと喋り続けてる人があったらどうすんの？うん、そういう時は話のちょっとした切れ目を狙って Sorry to interrupt, but I gotta go now. See you later って言ってさっと立ち去る。おー、よっしゃ、完璧。今度使うわ。ほな、ちょっと応用練習しようか。Sorry, I gotta go now. 逃げるんかい。What's up, マサヤ？ What's up? な、痛いって英語で言える？ Ouch! それは痛っていう時やん。例えば頭が痛いわ。My head, ouch! いや、じゃあ、なんていうの？体の痛みは決まり文句があって、I have a 何々。例えば、頭痛は I have a headache。腹痛は I have a stomachache。歯が痛いは I have a toothache。ache っていうのをつけて、痛みを持ってるっていう言い方するんだな。そんだけ？いや、hurt、痛むっていう動詞を使って、痛む部分を主語にして、my legs hurt、足が痛むとか、my pinky hurts、小指が痛むっていう言い方するね。日常会話ではこの言い方が多いかな。なるほど。さっき出てきた ache っていうのは使われへんの？いや、使えるで。my body's aching、体が痛むとか、my feet are aching、足が痛むとか。じゃあ、pain は？使える。I have a pain in my chest、胸が痛いっていうふうに、これも I have を使うね。他にも sore っていう形容詞を使って、I have a sore throat、喉が痛いっていう表現もあるで。あー、もういっぱいありすぎて頭がヘディックやわ。はい、マサヤ。な、英会話してて言葉が出てこへん時はよくあるんやけど、沈黙だけは避けたいねん。そういう時はどないしたらええんかな？おー、結構あるよな。時間稼ぎして思い出せそうやったら Well とか Let me think とか You know とか言ってちょっと間を取ることやな。 You know。 おー、時間稼ぎね。それ俺得意やで。でもそれでも思い出さん時は、うん、そういう時は正直に Sorry, I can't think of the right wordSorry, I can't think of the right word. ごめん、言葉出てこへんわ、とか。I'm still learning English, so I don't know how to say. I'm still learning English, so I don't know how to say. 英語まだ勉強中やから、なんて言ったらわからへんって言ったらええよ。もうじゃあ、ここまで出てきてるんやけど出てこないわ、っていう時は、うん、It's at the tip of my tongue. It's at the tip of my tongue. っていう決まり文句使うのがええかな。ああ、舌の先にあるやな。面白い表現やな。うん、まあ、そういう状況にならんように、普段から頑張っていろんな表現を覚えとかなあかんな。ほら、ここで沈黙すんなよ。はい、マサヤ。なあ、アメリカ行った時にさ、レストランで食後に店員に Did you want coffee? って聞かれたんやけど、なんで過去形？こういう時って Would you like? とかとちゃうの？うん、時々そういう風に現在のに過去形で言う時ってあるで。なんでそんなややこしいことすんの？聞き違うかと思ったわ。ほら、日本語でもコーヒーでよろしかったでしょうかって聞くやん。おー、そういえばそうやな。それにほら、この間別の動画でやったけど、丁寧なお願いの表現で Could you? とか Would you? とかあったやろ？あれも元は Can you? とか Will you? やん。それと同じで Do you want? って聞くとちょっと失礼やけど、Would you like to? って聞くほどそんな丁寧に言う必要ないっていう時に、カジュアルやけど丁寧さを出したい時に Did you want?っていう聞き方するね。なるほど。現在やけど過去形を使うと表現が柔らかくなるってことやな。そうそう。だから現在形とか過去形とか理屈で考えるんじゃなくて、過去形でいい子を聞かれたら、あ、丁寧に言ってるんやなっていうイメージを持つようにしたら違和感なくなるで。OK! How are you doing, Masaya? Doing good. な、相手に予定聞くときなんて言ってる？え？ What is your plan やろ？それちょっと違うねんな。え、嘘や、なんで？じゃあなんて言うの？ What are your plans? What are your plans? 複数にすんね。いついつの予定というのは for を使って What are your plans for tonight? What are your plans for this weekend? What are your plans for Christmas? っていう感じで使うね。なんで複数にせなあかんの？相手に予定がある場合でも一つかそれ以上かわからへんやろ。だからこういう場合は複数にすんね。
あ、なるほどね。でも What is your plan も聞いたことあるで。What is your plan というのは目的とか目標を達成するための計画とか考えということで、例えば何かトラブルが起こった時に I have a plan というと俺に考えがあるっていう感じやな。あ、そういうことね。あ、確かに映画でもそういうシーンで出てきたわ。 What are your plans の代わりに What are you up to、 What are you up to でも OK やけど、シチュエーションとか聞き方によってはお前何企んでんのっていう意味になるから気をつけてな。 What are you up to。 Hey Masaya, how are you doing? Doing good。 今日はアクセントの練習行くで。よっしゃ、カモン。今から言う英語の文章の意味がわかるか聞いてみて。Blackbird is a blackbird, but a blackbird isn't always a blackbird. え、黒い鳥は黒い鳥やけど黒い鳥、何それ？最初の blackbird っていうのは黒歌鳥っていう鳥の名前やね。だから黒歌鳥は黒い鳥だけども、黒い鳥が必ずしも黒歌鳥とは限りませんっていう意味。ああ、そういうこと。でも言われてみたらちょっとイントネーションが違うな。そうそう、鳥の名前の方は最初の音節にアクセントをして blackbird やけど、黒い鳥は blackbird やな。Blackbird と Blackbird。 なるほど、アクセントで聞き分けるんやな。似たような文章で The White House is a White House, but a White House isn't always a White House っていうのもあるね。 Gotcha。 Blackbird is a Blackbird, but a Blackbird isn't always a Blackbird. The White House is a White House, but a White House isn't always a White House。Hey, Masaya. Hey, what's up? さて問題です。ねえ、またいきなりかいな。今日は何？このチャンネルのテーマでもある英語学習を楽しむっていう英文。次の文章の括弧に入るのは ABC のうちどれでしょう？の ？I enjoy to learn English. Learning English. Both are 両方正しい。To learn は学ぶこと、learning も学ぶこと、両方名詞やから、両方 OK やから答えは C。答えは B。え、なんで両方名詞やから主語動詞目的語で美しいやん。いや、何々を楽しむっていうのは enjoy 何々 ing で決まり文句やね。だから文法うんぬんじゃなくて塊で覚えた方がいいで。あ、そうなんや。他にも不定詞と動詞で気をつけとかなあかんことってあんの？例えば he stopped to talk は彼は話をするために立ち止まったやけど、 he stopped talking は彼は話をするのをやめたで全然違う意味になんね。だからどっちも名詞っぽいからって言ってどっちを使ってもいいっていう意味じゃないから気をつけや。あー、もうめんどくさいな。 I want to stop studying やわ。大丈夫、 You can do it。 あ、はいどうぞって英語で言える？ Here you are。 他には？え、他？他にもあんの？There you are とも言うし、 Here you go とか There you go とも言うね。あ、そんなにあるね。それ全部ニュアンス違うの？いや、特別な違いはない。ただ Here you go と There you go はカジュアルな場で使うことが多いかな。カフェとかで注文したものを渡される時とか、お釣りを渡される時とか。あ、そういえばスタバで There you go って言われたことあるわ。せやろ。あと There を使う表現は他の意味でも使うね。例えば何かのやり方を説明して相手がちゃんとできた時に There you go って言ったり、誰かを探してて見つけた時なんかちょっとアクセントが変わるけど There you are っていう風に言うね。じゃあちょっと整理すると、 Here you are と There you are はどんなシチュエーションでも OK で、Here you go と There you go はどっちかっていうとカジュアル、インフォーマルなシチュエーションで使う。それから教えたことができた時は There you go、 誰か探してて見つけた時は There you are、 There you go。 はい、マサヤ。な、この間友達がやってる個展に行った時に感想を聞かれたから It's OK って褒めたんやけど、なんか複雑な表情してたんや。なんでかな。あ、まあ、この間の Pretty Good と同じ勘違いしてるわ。え、なんで OK って言ってるやん。いや、この場合も Pretty Good と同じようにまあまあとか悪くはないけど良くもないっていう意味やね。そんなんわからんわ。どないして区別したらええの？とにかく良し悪しを聞かれた時は前にも言ったけど OK とか Pretty 何々は使う方がええで。褒めるんやったら Very good とか Great とか I like it とかはっきり言った方がええわ。あー、そうやったそうやった。例えばどんなケースが否定的な意味になるの？例えば Did you like the movie? 映画良かったって聞かれて It's OK、 まあ悪くなかったよっていう場合とか、コーヒーに砂糖いりますか？ Would you like sugar? って聞かれて It's OK って言ったら No thank you と同じでいりませんっていう意味やね。とにかく褒め言葉として使ったり Good のニュアンスを出したいときは OK は使わん方がいいで。この説明で完璧に分かったやろ。 It's OK。